ソニーソニーグループソニーミュージックエンタテインメントデフスターレコーズデフスターレコーズはかつて存在した株式会社ソニーミュージックレーベルズのレコードレーベル2001年1月ソニーミュージックエンタテインメントの制作部門から分社化初代代表取締役は後にワーナーミュージックジャパン代表取締役社長を務めた吉田隆デフスターは造語で語源は デフイコールかっこいい、スターイコール新しいスターを生み出すの意味。ロゴマークは星の中にイニシャルの D をかたどったものである。デフスターレコーズの前身であるスマッジ内の T プロジェクトが最初にプロデュースしたのがザブリリアントグリーン、平井県であったため、大手芸能事務所、ケンオ音ンがソニーミュージック内に作ったレーベルと言われることがあるが、ケンオ音ン所属以外のアーティストも多数在籍しており、 検温と、資本的には、直接的関係はない。なお2009年5月、ザ・ブリリアント・グリーン、ソエルが、検お及びデフスターから離れている。デフスターレコーズ作品の企画品版は、DFCL- マイナスとなっている。ありがとうございます。